マゼ大橋の費用断自動車道、和良インター交差点岩屋ダム付近郡城市名宝、小川地内岐阜県道八十六号金山、明宝線は、岐阜県下呂市金山町金山から、岐阜県郡城市明宝畑助に至る、主要地方道である。下呂市金山町金山の国道四十一号下明見町交差点が、起点である道の駅日田金山抜く 森の里温泉を過ぎてマゼ川沿いに北に向かう。農標団自動車道荒金山トンネルを経由し、岩屋ダムの横を通過し、岩屋ダムのダム湖、東ずま金山湖東岸をトレースするように進む。下路市マゼ下山に一旦入り、マゼ川に架か,かる、マゼ大橋を渡ると、再び旧金山町に入り、マゼ川支流の弓掛川に沿って進む。途中、郡上市名宝大川に入る。 小川地区を過ぎるとつづら折れになり、小川峠に差し掛かる。小川峠を下り切った郡上市名宝畑助の国道472号交点が終点。岐阜県広報第2732号。岐阜県庁。2016年5月1日閲覧。岐阜県広報第2734号。岐阜県庁。2016年5月1日閲覧。 ありがとうございます。